皆さんこんばんは、カフェミステリークイーンのしおりです。本日は現実と仮想現実で繰り返される殺人事件だ。はい、本日ご紹介させていただくのはこちら、東京創原社から2022年1月7日に発売されました北条紀恵先生名探偵に甘美なる死をです。北条紀恵先生といえばもうしおりが大好きな作家さんだということは皆さんご存知かと思います。この名探偵に甘美なる死をは龍泉家の一族シリーズの第3弾になります。1作目は時空旅行者の砂時計、しおりの紹介動画はこちらです。2作目は孤島の来訪者、しおりの紹介動画はこちら。しおり前の動画でもお話ししてると思うんですけれども、北条紀恵先生の時空旅行者の砂時計で度肝も抜かれまして、なんじゃこの温かい気持ちになるミステリーはって衝撃を受けてから大好きで、その好きっていう気持ちをこの1月7日の発売日の時にツイートしてるので、ちょっと見てください。ドン、手に入れたよ、待ちに待った北条紀恵先生の名探偵に甘美なる死を。楽しみすぎる。地元になくてちょっと遠くの本屋さんまで行って買いに行った。では物語の世界へ行ってきますね。もし北条先生が動画見てたらちょっと惹かれるんじゃないかなって思う。ではまず想定を見ていきましょう。淡くて綺麗な色だよね。クリスタルの中に南の島、建物もありますね。いやー綺麗だね。帯はというと王道の館ミステリー。館に集うは素人探偵8名、 VR 空間と現実世界で繰り返される殺人、生死をかけたゲームの行方は。王道、館ということでは王道ではあるんだけど、内容はもう王道にしてしまったらもうほんとすごすぎるから、どんな話なのか気になるよね。じゃああらすじを言っちゃおう。犯人役を演じてもらいたいと世界有数のゲーム会社メガロドンソフトから依頼を受け、VR ミステリーゲームのイベント監修を請け負ったカモトーマ。会場であるメガロドン荘に集ったのは素人探偵8名。その中には隔離尾島の事件に関わり現在はミステリー作家となった龍泉勇気もいた。だが穏やかな幕開けを迎えるはずだったイベントは一転、探偵と人質となったその家族や恋人の命を懸けた殺戮ゲームへと変貌を遂げる。生き延びるには VR 空間と現実世界の両方で起きる殺人事件を解き明かすしかない。時空旅行者の砂時計、孤島の来訪者に続く館物本格ミステリー長編。購入したのが1月7日で、その12月もずっと待ってたので、1月7日に買って読了したのが1月10日でした。だからね、結構今がねもう5月でしょ、だから時間は経ってるから忘れてるかなって思ったんだけど、本を手に取ってじーって眺めてたの。そしたらじわじわ読んでた時のワクワクがさもブワーって蘇ってきたよ。面白かったの。ではね、その読了した直後のしおりのツイートはこんな感じ。名探偵に甘美なる死を読了。龍泉家の一族シリーズ第3弾は VR。 最新 VR はこんなことになるのか、素敵すぎ。今回の物語は探偵が事件を解決するだけじゃない、王道である館ミステリーのはずなのに王道ではない。最後も驚き、面白かった、興奮してるね。そうなの、やっぱり驚いてほしいから感想しか言えないんだけど、今 VR がゲーム界とかでも広がってるし、しおりも時々ね VR の世界に行くから、こんなことになったらどうしようとかすごく想像してめちゃくちゃ楽しかった。
あ、ちなみにね、VR の世界ってしおりが使っているのはオキュラスクエストっていうもので装着すると、こんな感じになります。じゃーん、ここが VR チャットの中の世界です。仮想現実だよ。本当にね、こういう風に中に入ってるように見える。これが VR だから、北条紀恵先生の名探偵に甘美なる死をもうこういうようなところで殺人事件とか起こってくるわけですよ。こっちこっち、ここにいます。こうやってね、自由に動くこともできます。じゃーん、どう、この中で事件が起きて現実世界でも事件が起きたらもう逃げ場ないよね。伏線もしっかりと回収されてて、トリックも鮮やか。しおりがおすすめなのは読者への挑戦があるところ。なんでこんな事件が起きたのか、あの翔太が一体誰なのかなど問題盛りだくさん。もう読めばわかるけど、もうたくさんの問題があるの。それがもう挑戦されてるの、自分に。楽しく驚き連続の名探偵に甘美なる死をまだの方ぜひ読んでくださいませ。読んでほしい。そして読み終わったら5月の21日の夜22時から書味台ガクトさんのチャンネルで龍泉家の一族シリーズのネタバレ読書会がありますので、ぜひ全部読んだ状態の方見に来てくださると嬉しいです。最後に、では動画を最後まで見てくださりありがとうございました。このチャンネルではしおりおすすめのミステリー小説をバンバンご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。ね、しおり読書会に向けて龍泉家の一族シリーズを再読しています。2度目でもやっぱり面白い。満を持して5月21日読書会へゴー。